はい、今日は肉の本当っていうところについてお話ししていこうと思います。実際にファスティングをサポートさせていただいている方からご質問いただきましたので、それについてのご回答となります。お肉のこととかってすごくですね、情報もこれもやっぱり溢れてます。例えば抗生物質とか飼料っていうところですね。ピンとくる方はピンとくるかなと思います。お肉に抗生物質だったりホルモン剤が大量に使われてて、そのお肉を取っていくことによって人間の体も、不調をきたす、状態が悪くなるから、だからお肉は取りすぎない方がいいよっていう意見がまず一つ出てますね。そして飼料のこと、遺伝子組み換えの、飼料、大豆であったりとかコーン、そういったものを与えてるから、そういったものを食べている牛、あと鳥、豚、牛と豚とか、まあ、そういったものを与えていると、それを食べることによって、私たちの体も、遺伝子状態が悪くなってしまったりだとか、体の不調をきたすっていう話が結構出てます。まあこれはですね、マクロビの方であったりとか、オーガニック信者って言ったら言い方悪いですね、すごく大好きな方とか、そういった方が発信していくですけれども、まあ確かにこれよく言われますね。私も最初、ああそういうことってあるんだなーっていうぐらいに思ってましたけども、それは本当のところを知りたいなと思ったので、私はですね、こういう時は実際に見に行きます、現場に。私はですね、北海道に住んでるので、江別市のですね、結構大きな酪農家さんのところ、メガファームっていうふうに言われますけども、あまり個人名出していいのかわかんないので言わないですけども、そこの現場に見に行って、責任者の方にですね、実際にお話を伺ってきました。この辺やっぱり気になる部分ですよね。まあ確かにホルモンだらけの豚とか牛とか食ってたら大丈夫なのかなって思いはあります。はい、まず牛乳のことについてお伝えしていきます。お肉っていうのはすごい含みが広いので、牛、豚、鳥、牛、牛乳、鳥とかでちょっと分けてお話ししていこうと思います。まず牛、肉牛って言われるやつですね。肉牛、これは、確かにですね、病気にかかりにくくするために、抗生物質だったりっていうのは使われてるってことは言われてました。まあそんなに大量なものではないですけども、病気にかかりにくいために、まあ、人間が抗生物質使うのと同じ感覚ですね、感染を引き起こさないために使うのと同じですっていうふうなことはお話しされてました。考えてみれば僕らも、薬飲む人いますよね。僕は全然飲まないですけど、薬飲む方は抗生物質ってめちゃめちゃ飲むと思います。風邪ひいてもらってるので抗生物質ですから。あんな感じで牛にも与えることは健康状態を考えて、与えることはありますと。まずそれは言われてました。ただ、出荷されて、お肉になっていくとき、お肉に変換されていくときは、お肉に変換されるって言い方はわかんないんですけど、屠殺される前の、1、2ヶ月ぐらいの間は、抗生物質一切与えずに全部抜く作業ですね。外に出していく作業があるよっていうことは、お話しされてました。ここ肉牛の話ですね。なのでそこに関してで言うと、体の食べ物として切り身になって私たちが食べる時には抗生物質の影響はほぼゼロです。これは、そこの方がおっしゃってたので、まあ間違いないかなと思います。まあ、ただ、和牛とかですね、油とかサシが入ったようなお肉、あれは僕はあまり食べすぎるべきじゃないかなと、そんな風に思ってます。サシを入れていくためには、お肉、牛さんとか豚さんを丸々太らせてパンパンにさせて、もう糖尿病ですね、糖尿病寸前、体ボロボロ、内臓状態最悪、脂肪だらけっていう状態で、出荷されていきます。まあ牛とか豚とかはですね、まあ産業動物、言い方悪いですけども産業動物なので、需要があるなら僕は仕方ない部分ももちろんあるのかなと思いますし、美味しいので食べる時もありますけども、脂がすっごく入っているようなお肉とかっていうのは、
いろんなものって添加されているわけなので、あまり取りすぎない方がいいかなっていうのは私の考えとしてあります。はい。なので、日本の和牛だから安全とかって話ではないです。そこは押さえておいた方がいいかなと思います。むしろお肉とかだったらアメリカとかのお肉とかをチョイスしてみるのもいいんじゃないかなっていうのは個人的な意見として考えてます。で、次牛乳について、牛さんの話だいぶ話長くなっちゃいましたね。牛乳の話です。牛乳には抗生物質は一切使われてません。牛乳の中に含まれているのは抗生物質って一切使われてないっていうことは、もう日本の何でしょうね、法律じゃないし、なんか基準で定められているらしいです。はい。それは、100% のことが言えますね。ここで抗生物質は使われてないので、そういう情報は嘘。嘘というよりも、過去の情報かもしれないですね。昔の情報に踊らされているのかなと思います。で、鳥とかに関しては、鳥なんてもう何千何万とかっていうレベルで飼育してるので、そんなものに抗生物質使ってるコストが無駄だと。そういうことはお話しされてました。死んでたら、死んどけばいいので、鳥に関しては、そんなところに抗生物質であったりホルモン剤を使ってる余裕も必要もないっていうことは、お話しされてたので、私はこれは、そうなんじゃないのかなっていうのは信じてます、私の中でですね。で、あと次飼料、食べ物について、餌についてです。遺伝子組み換えがどうとかですね、いろいろ言われてますが、これは、正直わかんないです。わかんない。なぜならデータがまだ出てないからです。遺伝子組み換えの食べ物を食べ続けた子がどうなっているのかについては、正直データが出てないのでわからないですっていうことしか言えませんね。私もそう思いますし、そこのメガファームの責任者の方もそうおっしゃってました。こればっかりはわからないですね。ただ、遺伝子組み換えが、どうとかって言われてますけども、それがなければやっぱり大量生産っていうのはまず不可能ですし、それについてどうこう言えるかって言われると言えません、私は。で、遺伝子組み換えのせいで、どうなるかわからないからそれを避けようっていう意見もあると思います。僕はそれはそれでもいいのかなと思ってます。それは自分で選んでください。僕は、遺伝子組み換えがどうかなったから自分の体が侵されるとはあんまり考えてないので、そこは気にしないようにしてます。はい。自分の中で気にしないようにしてますね。で、あと鳥関係で言うと、卵とかについてのお話もありますね。卵の平飼いがどうとか、そういう話もあるので、ちょっと長くなっちゃいましたから、ちょっと次回の動画に引き続きお話ししていこうかなと思ってます。牛肉、鶏とか豚とか、この辺の話で言うと、抗生物質とかの影響はそこまで考えすぎなくてもいいんじゃないかなっていうのがまず一つで、あと飼料ですね。飼料、遺伝子組み換えの話、そういったところも僕はそこまで気にしてないっていうのが正直な話です。はい。これは本当のところを言う、嘘と本当のところを言うと、こういうのがあるから、だからうちのお肉を取った方がいいよって言って高くすれば、そっちが売れますよね。はい。そういうことがあったりします、実は。はい。まあ、それには需要と供給のあれがあるので、まあ、それを否定したりとか、批判したりという気はないですが、そういう背景も実はあったりしますので、それを自分の中でどう解釈して落とし込むかは自由ですが、私はこれはあまり気にしてないっていうところが、まず一つお話でした。卵についてちょっとまた別にお取りしますので、お待ちください。以上です。